ニュースをお伝えします。各国で偉大なキム・イルソン主席の業績を高く称えています。インドの新聞インディアン・アンドワールドイベントにはキム・イルソン主席とキム・ジョンウン総書記の写真とともに10代にして革命の道について日本帝国主義を打ち倒し朝鮮民族を解放させた主席の不滅の業績を称える記事が載りました。ロシアの新聞コミコモリスカヤ・プラウダ V ボールは太陽のように明るく微笑む主席の写真と共にいる主席と総書記の写真とともに主席の偉大さを称える各国の人たちの話と朝鮮の解放の歴史的意義を伝えています。朝鮮の解放72周年にちなみドイツのベルリン、バウツェン、エルフルト、キルンで討論会、図書写真展、連帯の集いが催されました。図書写真展の会場に偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記、敬愛する最高指導者キム・ジョンウン元帥の普及の著作と共和国の大陸間弾道ロケットのテスト発射を撮った写真、写真集などが展示されていました。ベルリン、バウツェン、エルフルトでの催しでは金正恩元帥に送る祝電が採択されました。偉大な金正恩総書記の普及の著作、我々の美術を時代と革命の要求に即して絶えず発展させるべきであるの発表10周年記念の集いが20日平壌のマンスト創作者で行われました。朝鮮労働党中央委員会キム・ギナム副委員長が出席し関係者と美術部門の創作家教員研究者が集いました。記念演説は偉大な金正恩総書記が著書96年2007年8月21日発表した著作で戦軍時代にふさわしく美術を発展させる上での方向と実現の方向を明らかにしたとし、これまで10年間の美術創作での成果に触れました。偉大な金正恩総書記の戦軍革命指導開始57周年にちなんで全国職業同盟組織の活動家の北東山地区革命戦績地巡りが始まりました。出発式が20日朝鮮の戦闘勝利記念塔の前で行われました。一行はまず朝鮮の戦闘勝利記念塔の偉大な金正恩主席の銅像に献花し敬意を表しました。発言した人たちは今回の革命戦績地巡りを通して金正恩主席と金正恩総書記、抗日の女性員、金正副女子の偉大さと不滅の戦軍革命の歴史を深く学び、朝鮮革命の万年の礎である北東の革命伝統でしっかり武装しようと述べました。出発式の後、一行は朝鮮で戦闘勝利記念塔などを見ました。朝鮮民主主義人民共和国政府声明を全面的に支持する集会が朝鮮道南浦市、朝鮮北道九仙市、両岸道ペクアム郡、仙北北道平山郡をはじめ各市郡で開かれました。地元の党、政権機関、勤労者団体、工場、企業、共同農場などの人と勤労者、少年学生が集いました。集会では朝鮮民主主義人民共和国政府声明が読み上げられました。発言した人たちはアメリカが政治、経済、軍事のすべての分野にわたって共和国に全面的に挑発した以上断固たる報復を宣言した朝鮮民主主義人民共和国政府声明を全面的に支持する、朝鮮人民軍総参謀部スポーツマンの声明と朝鮮人民軍戦略軍スポーツマンの声明で明らかにしたようにアメリカが共和国との戦争も辞さないとの暴言について朝鮮半島周辺で危険千万な行動を続けるならアメリカ帝国の悲劇的な滅亡を招くだけであると述べました。それでパレードがありました。アメリカの無謀な核戦争策動を断固粉砕することを誓う朝鮮少年団の各同志軍連合団体大会が行われました。大会に関係者と少年団員が参加しました。朝鮮少年団の平安南道、茶山道、南都市、平安市、緑都区域、三瀬北道、国産軍など各同志軍連合団体大会で発言した人たちは
アメリカと敵対勢力の強盗行為に爆弾宣言で応えた朝鮮民主主義人民共和国政府声明に接した少年団組名の胸は敵撃滅の聖戦に立ち上がって朝鮮少年団の英雄的祈願を余すところなく示すメッセージを持っている。もしアメリカが共和国の地に一かけらの侵略の火花とも飛び散らすなら少年団組名は抗日の自暴団員、祖国解放戦争の時の少年親衛隊員のように、戦意の報復の聖戦に立ち上がって、情け容赦ない打撃を加えると述べました。共和国で渡り鳥の保護に力を入れています。3年が海に囲まれている朝鮮は、極東アジア地域で渡り鳥の主な移動経路、翼を休める場所となっています。近年、共和国では主な渡り鳥の保護区や生息地を調査・評価してその順位を決め、保護区を科学的に設定し、生息地の管理をきちんと行っています。一方、朝鮮政権ゾーンの干拓地の湿地と渡り鳥の保護管理のための民族討論会が行われ、朝鮮自然保護連盟とニュージーランドのミランダ自然基金をスタートし、朝鮮政界沿いで共同調査を行って、渡り鳥を保護し、繁殖させています。南朝鮮の CBS によりますと、アメリカと傀儡交戦勢力が21日、共和国を核で先制攻撃するための合同演習、ウルチ・フリーダム・ガーディアンを開始しました。アメリカと傀儡交戦勢力が共和国の重なる警告にもかかわらず、北の挑発に断固対応するためのものなどといって、侵略戦争演習を開始したのは、朝鮮半島で必ず核戦争を起こすところにその目的があります。さらに嬉しいのは、先行演習前夜に米太平洋司令官と戦略司令官など米軍の高官たちが南朝鮮を訪問し、昨年に比べ海外からはるかに多い米軍とオーストラリア、イギリスなど通常7カ国の軍隊が入ってきたことです。アメリカと傀儡交戦勢力が先行演習の開始がどんな悪結果をもたらすかはっきり見ることになるでしょう。6月15日共同宣言実践南側委員会が朝鮮半島で戦争の危険を増大させているアメリカと南朝鮮当局を非難し、北と南の関係改善と朝米間の平和協定の締結を求めるアピールを発表しました。南朝鮮のインターネットメディア自主時報によりますと、15日、祖国統一反民族連合南側本部が、李明博と朴槿惠反民族集団によって閉鎖されていたホームページの運用再開を明らかにしました。南朝鮮傀儡交戦勢力が共和国の大陸間弾道ロケットファソン14型のテスト発射に言いがかりをつけて対決ムードを煽り、北に対する攻撃基本の軍事戦略への転換なるものを案内しています。傀儡軍部は射程 800km のヒョンヌ 2C 弾道ミサイルを年内に実戦配備し、アメリカの承認のもと弾道ミサイルの弾頭の重量を1トン以上増やそうとしています。また地下核施設破壊爆弾を作るための計画を発表し、ドイツから空対地ミサイルタウルスを追加搬入することにしました。南朝鮮のマスコミが南朝鮮傀儡軍の反人民の野蛮な行為を暴いています。17日、KBS によりますと、ある空軍部隊で少量が兵士たちに、家庭教育をアメリカ式でなく、朝鮮式に受けたためだ。朝鮮人は皆水中に投げて殺すべきだと言って、暴行を加えてきたことが明るみに出ました。また、文化日報によりますと、14日と11日、アメリカの体制的な文化に染まった傀儡軍兵士たちが、女性たちに性暴力を加える事件が起きました。一方、CBS によりますと、18日、アメリカの共和国押しつぶし策動に調子を合わせて、同じ民族をターゲットにした戦争演習に躍起になっていた傀儡軍のある部隊で爆発事故が起きて死者と重傷者を出しました。朝鮮民主主義人民共和国政府声明を支持して13日と14日、
インドネシア先鋒社党中央指導理事会職長とギニア朝鮮友好協会会長がそれぞれ談話を発表しました。談話は、朝鮮の核保有は極端な朝鮮敵視政策と核の強化恐喝をこととしてきたアメリカの強権と戦後から国の自主権を守るために選択した正々堂々たる自衛の措置だと述べています。共和国の大陸間弾道ロケットサソン14型の第2回テスト発射の成功を祝って、コンゴ民主共和国チュチェ思想研究全国委員会とコンゴ民主共和国朝鮮友好連帯協会が共同声明を出しました。この時間のニュースを終わります。担当はチョジョンイルでした。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮労働党の独創的な先軍政治方式、台湾政治は偉大な金正恩総書記が編み出した独創的な政治方式です。先軍政治で基本はまず軍事優先の原則で、革命と建設における全ての問題を解決する政治方式ということです。これは先軍政治が軍事を一番の特技にするということを意味します。先軍政治は軍事問題を国の生死存亡に関わる一番の重大事と見なし、軍事問題を優先させて路線と政策を作成し、国防力の強化に第一義的な力を入れています。先軍政治で基本はまた人民軍を革命の柱とし、人民軍に依拠して社会主義運用全般を推し進めた政治方式ということです。これは先軍政治が人民軍の革命的気質と戦闘力を頼りにするということを意味します。先軍政治は革命の主体を強化する上で人民軍を中核モデルとし、国と革命を守り社会主義建設を推し進める上で人民軍を先頭に立たせます。知恵思想に根ざしている先軍政治は、自主の時代の要請を踏まえて知恵の思想と理論、指導の方法と指導芸術を新たな高い段階で豊かに発展させ、全面的に具現し集大成した最も深遠な政治方式というところに、その根本の特徴があります。先軍政治の目的は、国と革命反帝反米対決で勝利を収め、社会主義をしっかり守り、不況な国に作るところにあります。朝鮮労働党の先軍政治は、反帝自主の政治、崇高な祖国愛、民族愛、人民愛の政治をその性格とする社会主義の基本の政治方式です。先軍政治の基本の要求は、人民軍の強化に優先的な力を入れて無敵必勝の強兵に作るとともに、人民軍を中核として革命の主体を強化した軍隊を柱として社会主義建設を力強く推し進めることです。今先軍政治は革命闘争の万能の霊剣、百戦百勝の旗印として、朝鮮人民の革命闘争を力強く励ましています。朝鮮労働党の独創的な先軍政治方式、高大氏と話しました。そこまで執務室で仕事に熱中していた敬愛する最高指導者金正恩元帥は、しばらくの間仕事の手をやめて歌を鑑賞しました。側近の人たちは、夜日に次いで精力的に活動する元帥が少しでも疲れを癒していると思い、息を凝らして元帥が聴いている音楽に耳を傾けました。歌が終わると元帥は音楽の感想について聞きました。一人が音楽を聴いていると嵐が心がウキウキすると自分の気持ちを話しました。リンクはうなずき、音楽を鑑賞するのを生活化しなければならない、たびたび音楽を鑑賞すれば新たな力と情熱が湧いてき、仕事でも成果を収めることができる、
一点の革命的な歌が人民に大きな力を与えると意味深長なことを言いました。そしてどの国には軍隊と人民を力づける良い歌がたくさんある。不朽の名作反撃戦の歌とアメリカの侵略を退ける祖国解放戦争の時に出た決戦の道など、朝鮮革命の厳しい歴史の年代に作られた多くの革命的歌は、すべて軍隊と人民を生き抜いて力強く呼び起こしたと言いました。深い物思いに太っている周りの人たちを眺めていた元帥は、人民軍軍人たちが祖国に対する愛情と信頼を持たせる革命的で戦闘的な歌をパラパラに歌いながら、生死に関わる戦場に出るとき、敵との戦いでいつも勝利することができる、これは世界の戦争史に記された歴史の真理だと力を込めて言いました。みんなを強く感動させる言葉でした。歌で革命を始め、歌で勝利した偉大な金正恩主席と金正恩総書記、そのままにまた金正恩を呼んでめて、戦いの歌で革命の最後の勝利を収める、また一人の天が授けた名将金正恩元帥の固い意志が改めて胸に迫ってきました。そして歌はまさに百戦百勝の力強い武器であることを改めて認識しました。居合わせた人皆が自然と難関が立ちはだかっても常に革命的で戦闘的な歌を好んで歌いながら革命を行わなければならないということを、的な歌の力、広大氏と話しました。朝鮮の自主権を蹂躙した強盗の集団、米日両帝国主義が共謀して強盗さながらの桂タフト協定を締結してから112年が経ちました。桂タフト協定は米日侵略者の困難を強盗そのままの本性を雄弁に語る侵略的協定でした。19世紀後半、朝鮮半島は帝国主義列強の植民地争奪のための革命の場と化しました。社会科学院歴史研究所の研究室主任で博士助教授のイー・ガンナムさんの話です。日本は미국의지지와견해청일전쟁과러일전쟁을도발하였습니다이두차례의침략전쟁을통해서日本はアメリカの支持と姫のメット日清戦争と日露戦争を起こしました。この2回の侵略戦争を通じて朝鮮で新党帝政ロシアを駆逐した日本はアメリカから朝鮮を自分たちが完全に支配する権利なるものの保証を取り付けようとしました。一方アメリカは2回の侵略戦争を通じて有頂天になった日本が当時自分の植民地であったフィリピンに手を伸ばすことを恐れていました。こうした侵略的利害関係の共闘法から両侵略勢力は共謀して犯罪的な桂タフト協定を締結したのです。1905年7月29日当時の日本首相桂と米陸軍長官タフトの間に秘密交渉がありました。交渉で桂とタフトは日本がフィリピンに対するアメリカの植民地統治を認め、アメリカは日本の朝鮮侵略を積極的に協力し、朝鮮に対する日本の防衛を認める、そして極東侵略で日米が協力し合うなどのことを約束しました。周知のようにこの協定は朝鮮に対する日本の独占的支配を承認し、朝鮮を日本の完全な植民地に転落させた侵略的で強盗そのものの文書でした。これに基づいて日本はアメリカの積極的な支持と庇護のもと、他の列強の干渉を受けることなく、その年の11月強盗そのもので陰謀的な方法で核保護条約を、1907年1月は平和7条約を、1910年8月は韓日平和条約を捏造して朝鮮を日本の完全な植民地にしました。
こうして5000年の悠久な歴史と文化を誇る朝鮮民族は日本帝国主義に踏みにじられました。潜在的なカプラ・パフト協定の締結は朝鮮人民に血の教訓を教えています。それは力がなければ国と民族の自主権を守れず帝国主義列強の侵略の取引にされかねないということです。帝国主義列強の拡築の場となった朝鮮、その朝鮮は今は原子爆弾と水素爆弾とともに大陸間弾道ロケットまで保有し、国の総合的国力と戦略的地位を新たな段階に引き上げました。朝鮮人民は兵器を継いで共和国を侵略し支配しようとするアメリカと日本の反動勢力の活動を強い国力で粉砕し、朝鮮人民に犯した全ての罪の代償を必ず支払わせるでしょう。朝鮮の自主権を蹂躙した強盗の集団、高大使と話しました。